あ、ここ。안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかって言ったら、この前、倉庫でラーメン食べたんやけど、その第2弾を開催したいと思います。この前は私の大好きなチャンケラーメンを食べたんや。今回は韓国のラーメンで超人気、知名度一番じゃないんかっていうぐらい、ダダーン、辛ラーメン。動画内で辛ラーメンで食べたことないよね、あんま食べたことないんやけど、なんか分からんけどめっちゃ人気や。昔から今も、もうなんか知名度も相当高いんだと思う。やけ言うたら山崎賢人レベル有名なラーメンでございます。でね、韓国のなんか店とかで出されるラーメン、キンパ天国とか行くやん、そういうチェーン店で出されるラーメンは大体辛ラーメンなのね。で、今日はただ辛ラーメンを食べるんじゃなくて、ここにね、ちょっとチーズをねぶち込んでみようと思って、大量のチーズ入れたいっていう夢がね数々あったけ今まで。今日はちょっと実践していこうと思います。早速作っていくね。ちょっと外雨降りよるけんね、なんか雨の音が入るかもしれん。韓国ラーメンってさ、いろんなのあってさ、買うときめっちゃ迷うよね。なんかこの前水多すぎたけど、今日は適度な水量でいきたいと思います。水入れすぎたら飲む水がなくなってしまうけん、これぐらい、これぐらいでいいよね。火なんかどうやってつけるんやったっけ。さっき起きたけんね、何も食べてないよ。相当お腹すいてる。辛ラーメンって結構ちょっと辛い方やない、やけんそこにさ爆弾的なチーズを入れたらめっちゃ美味しいと思って。避けるチーズ、モッツァレラ、モッツァレラ。チーズの中でモッツァレラが一番なんか伸びるって調べたら出てきたけんね、ラーメンには向いとんかどうからん、まあ、でもチーズやけん美味しいんやない、モッツァレラ。でなんか本当はのぐり食べたかったんやけど、家見たらのぐりが1個しかなくて、ラムーに買いに行ったんよ。韓国 のラーメンあるかなと思ってラムー買いに行ったらなくて、さっきドンキで辛ラーメン買ってきた。この干し芋は無理やん、見える、干し芋ガーリック。日が沸きよる間にね、ちょっとよく聞かれるね、一番好きなラーメンなんですかって言われるよ、韓国のラーメンで。多分自分が一番好きなのはチャムケラーメンが一番好きかもしれない。チャムケラーメン前食べたやつ、あれ美味しいよ。あと普通に辛ラーメンじゃなくてジンラーメンってわかる、多分見たことあると思う。ここに画像貼っとくわ。ポン、これもね結構好きよ。普通になんか生きてない味っていうか、なんかなんていうの、普通の味、なんか普通の味でもそんなに辛くないし、辛いの苦手な人でもいけると思うよ。ちょっと火弱め強めを、おぐずってきてない、この鼻の穴みたいな、だから煙でよりよ、もういいんじゃない。 うわ目がない。麺とスープとかやこ一緒に入れ、4分30秒煮込んでください。はい、あ、で今回も2袋です。でなんか2袋食べる場合はね、粉をなんか1個半入れたら美味しいってなんか教えてくれた、この前コメントの人が。ふっふっ辛っ。あ、いい匂いしよるよ、いい匂いする、みんな。どうにも混ぜないかんね。うわ、4分30秒測ってないけどもええわ。料理ってなんとなくでもできる気がする。適当でもさ、まあなんとかなるやん。やけん好きよ、せんけど。いい感じじゃない。ほんだらね、今回ねここにね、ダダダダーン、モッツァレ、映ってない、モッ、映ってない、モッ、え、モッツァレだー。あ、やばっ、ちょっとチーズ爆弾やりたい。チーズ爆弾、ちょっと早すぎな、麺が伸びる。パリパリ、味噌ちゃんパリパリ、チェダンパリパリ、チェダン。おお、熱っ。これカロリーそう、やばそう、えぐそう。なんか雪を降らすイメージで、皆さんも。あ、これやばい、煮込んできよる。うわ、なんか沸騰というより煮込まれているイメージがあります。ちょ、見て、やばない、え、やばい、チーズビヨンビヨンなんやけど、ちょっと早速いただくね。もう4分30秒、いやもう6分50秒ぐらいいってると思うけん、いただきます。いただきます。ちょ、聞いて、最悪、お皿忘れた。フリスビーって言われるフリスビーのお皿忘れて、最悪。え、待って、混ぜたらね、チーズでね、もうなんかドゥルンドゥルンしてる。やばい、ラーメンとチーズの奇跡のコラボです。やば、めっちゃ伸びるんやけど、でもこれ麺が伸びようか、チーズが漏れようじゃん、伸びようかわからん。相当熱そう、待って、ちょっと離れないけど、チーズやばいやばい、待って、めっちゃ伸びる。いただきます。熱いよね、絶対。
辛っ。なんかチーズ入れたけどイタリアン感がすごい出る。うん、なんかチーズっていうよりガムみたい。うん、おいしいよ、めっちゃおいしい。なんかクリーミーになった気がする。でも時が経てばチーズがちょっと固まってくるかも。でもね、めっちゃ美味しい。あのただのラーメンじゃなくてクリーミーが入るけん、なんかそんな辛くない。でも辛いどっちでや。顔にチリソとか。あっ、うん、チーズ食べたい。下に固まってる。これがチーズの塊。ダダーン。おぉ、セクシーチーズ。あっつ。うん、すごい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 。これ、サムエなのよ、サムエ。うまっ、うん、辛っ、ちょっと辛い。カメラの充電切れそうねんけど、なんなん。ラーメンは常に私に試練を与えてくるね。チーズがエアジラしとるわ。ちょっと辛い。辛ラーメンって書いてるだけあって辛いね。うん、食べます。あガチガチ。あ、めっちゃラーメンもなんか白っぽいことない？赤より。うん、ちょっと冷ましたら美味しいわ普通に。なんか温めようか。チーズが固まってきた。でもなんかめちゃめちゃ濃いかもしれない。これもういいか、温めるね。うん、なんか辛いけど辛い美味しいみたいな。あ、チーズ感がすごい。やばい、チーズラーメンがカムバシブル。カムバカムバックです。お、いい感じに溶けてきてない？あっ、あっ、え、すごいもう。めちゃめちゃ濃い。チーズ6本ぐらい入れたんやけど2本でもいいぐらい。でもチーズチーズ感がすごいよ。辛ラーメン結構辛いけん、なんかチーズ入れて柔らかくしたらいいかもしれん。じゃないと辛い。ラストスパートです。
美味しい。なんか改めて辛ラーメン食べたいんやけど、辛ラーメン辛い、表示パッケージ通り辛い。あんだけ辛くで買い取って甘かったらちょっとびっくりするんやけど。でね、チーズは2本ぐらいがちょうどいいかもしれない。このチーズじゃない方がいいかもしれない。なんか見た目はいいけどむつこい。でけ、なんか程よい、なんかとろけるチーズとかそういう系の方がいいかもしれない。うん、もうめちゃくちゃ、でも辛いけど、なんかただ単に辛いんじゃなくて辛いけど美味しい。ちょ、チーズ今回相当むつこい。ギブで、この麺だけすって終わります。雨がひどくなってきよる。食べたんやけど、第一感想、むつこい。チーズ6も入れん方がよかった。チーズ6ね、欲張って入れるより、あ、また充電切れる、こっちカチカチしよる。チーズ6入れるより、チーズ2入れてご飯入れてリゾットでチーズなんかにみたいにした方が美味しいと思いました。辛ラーメンは相当なんか思ったより辛かったけん、寒い冬とかにいいと思いました。夏は地獄だと思いました。火薬の具とかも案外多くて、椎茸とかもあったので体にいいと思いました。あ、辛いけどただの辛いじゃなくて美味しい辛さでした。なんかここに野菜も入れたらチーズフォンデュみたいで倉庫に向いてると思いました。チーズが入れることによって辛さが軽減されていいと思いました。やっぱフリスビーで食べた方が美味しいと思いました。以上、大韓民国についてでした。バイバイ、みんな食べてみてね。充電切れる、バイバイ。なんか倉庫ね、探検しよったら、探検じゃない、倉庫あったらね、こんな魔法のあれがあったけん、3回こすったらアラジン出てくるんだろうか。